ありがとうございます。ありがとうございます。続きました。こんな僕で。ありがとうございます。こんな僕でありがとうございます。そうですね。せっかくなので、もちろん自分の曲でおしまいにしたいなと思いますけども、僕の今の気持ちにふさわしい曲をなるべく選んで来年に向かっていきたいなと思います。ここまでは、ここまでっていう言い方もあれですけど、締めてきますね。じゃあ今までは本当にいろんな場所にいろんな人に会いに行って、みんなに会いに行って、ここがとか、この場所がとか、この空間が、ここまでの道のりがと思いながら続けてきてて、でそれが間違ってはいないと思っているし、やってきたこともそうだし、これからやっていくとしてもそうだし、間違っていないと思っているけれど、まあいろんなことがあって、それももちろんコロナがあったりとか、いろんな生活の変化とかがあって、まあ、それは僕自身もそうだし、みんなもそうかもしれないけど、場所ってことももちろんそうだし、なんだろうな、もちろんお互いがお互いをこう顔を突き合わせて会って、やっぱそうだよねって思えるのがベストなのかもしれないけれど、できるできないで言うとできないこともあったりとかして、その中でのベストみたいなところで考えてた時に、今僕にとってはこの今年はちゃんと毎週続けてこれた、日はずれようともね、毎週続けてこれたツイキャスがこの場所だなと思って、みんなと続けてきて、で12月30日にこうやってやったら、こうやって今だと8人の人が聞いてくれてて、こうやってこんな時間を共有できている、でそれがこの場所だなと思える、今は今の自分として、それはやっぱり大事にしたいし、その時々でその場所っていうのは変わるかもしれないけれど、みんなとつながれているっていうのがやっぱ一番だと思うから、そこを軸というか芯にしながら、その時々での場所を大事にして、そこに戻ってこれたら、でそこからまた始めていけたらなと思っています。これまでやってきたことに意味がないことなんて本当に一つもなくって、これは本当心から言える、本当に一つもなくって、誰と出会った、誰と何を話した、どこに行って何をした、全く無駄なことなんて一つもなくって、全然別のことをやってたとしても、今そこでやってきたことが今につながっているっていう実感はすごく持てたのが僕は2023年です。仕事変えたりとかして、全然今までと全く関係ないことやったりとかしてるんですけど、でもなんか今までやってきたことが、いろんな場所に行ってきたことが、そこで出会ったものだったり出会った人だったりとかが
実は今やっている全く関係ないことにつながってて、そこで急に共通項ができたりとか、あ、マジっすかみたいなことがあったりとかするので、本当に意味のあることしかないなと思うので、それを置き去りにしないで、ちゃんと一つ一つ捕まえて、忘れないで思い出して、刻んでおいて、今とその先につなげていけたらなと思います。軽っ。じゃ それでは 一人で喋って満足したところで最後の曲にしたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。久しぶりだ。太陽に触れてたあの頃に戻りたいよ、なんてこ、なんてことも言えなくなった。いよいよ僕らは大人になった。なったらなったで見えなくなった。太陽も月もそこにはあった。当たり前にしてしまうのは待った。言い訳はいつも仕方なかった。笑いたいのに笑えない日がついてきたら会いに行こう。僕が僕であるためになんて、だってこの場所が僕の帰る場所だと思った旅の途中、何回だって思い出せるようにもっとぎゅっと息を吸い込んだ。柔らかな体温に触れてたい。自分の声だってちゃんと聞いてたい。本当は嘘なんてつきたくない。誰かのために僕も生きていたい。些細なことで自分が自分じゃなくなりそうな時は会いに来よう。僕が僕であるために、何年経ってもこの場所が僕の帰る場所だと思った旅の途中、なんでこんなに辛いんだろうって言葉と一緒に息を吸い込んだ。星が綺麗だとか柔らかな表情とか変わらない気持ちとか全部心は鏡映す本当の僕もらって返してつなげられたらなんてだって、この場所が僕の帰る場所だと思った旅の途中、何回だって思い出せるようにもっとぎゅっと息を吸い込んだ。
Oh, ありがとうございます。ホームという曲をお届けしました。ありがとうございます。ちょっと若干最後の方コード忘れてきてましたけど、ありがとうございます。というわけで2023年12月の30日土曜日、定期ツイキャスではないですが、年末は年末でのご挨拶と、ここまでやってきたとことと、みんなとまたこの年末2023年つながって、また2024年に向かっていけるようにの気持ちを込めてお届けした時間となります。コインコインコインといただきまして、延長延長となっての今となりますが、最後一生懸命締めくくりつつ最後の曲をお届けしましたので、今年も残すところあと1日、皆様に何もなく、何もなくっていう言い方だと変な感じになっちゃうな、そういうことじゃないな、何事もなく残り1日穏やかな気持ちでいいことだけが起こり、良いお年を迎えられるように、そして2024年また始まっていきますけども、日々の繰り返しではありながら、ここまでやってきたことの積み重ねではありながら、でもちゃんと新しいことにチャレンジしつつ、新しい自分を見つけながら、みんなと一緒に今日も今週も今月も今年も頑張っていきましょうと、そんな風にお互い言い合えるような時間を、この場所を続けていけたらなと思っております。本当にマイペースではありますが、こうやって同じ時間を共有してくれる皆様がいることに感謝しながら、僕もここまでたどり着きました。たどり着いておしまいではないので、ここからまた一緒に進んでいけるように、穏やかに一つまた年を乗り越えていこうと思います。というわけで、今年一年皆様大変お世話になりました今日はね、パジャマじゃないか、パジャマかっていうと、パジャマです冬のパジャマにね着替えてて、これ言わせないでくださいよ、言おうか言わないか迷って言わなかったんですけど、せっかくいい感じで締めてるのにこの下めちゃめちゃパジャマですからね、言っとくけど、ちょっと見せられないぐらいパジャマですよ。しかもムーミンのなんで、ちょっと見せられないっす。というわけで、想像だけしといてください。というわけで、今年一年大変お世話になりました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。見せません。というわけで皆様良いお年をお迎えください。コインいただきました、ありがとうございます。楽しい時間をありがとうございました。また来年
2024年お互いに元気でお会いしましょう。それでは良いお年をお迎えください。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。良いお年を。おおお、さよなら。おやすみなさい。